久しぶりのリングだったので、そうですね、緊張っていうよりもなんかすごくいろんな複雑な思いがあったんで、緊張という部分ではあまり緊張しなかったですね。でも久しぶりにあのお客さんの前に、出て、やっぱり新鮮だなって、やっぱりレスラーはこうでなきゃダメだなっていうのを感じたし、ファン、待っててくれたファンの、声援とかもすごくあったかかったから、すごくありがたく感じた日ですね、今日はね。そうですね、5ヶ月近くですか、リングを離れてた関西を、信じて待っていてくれた、ファンの皆様には本当に心から感謝しています。あと、それと同様にやっぱり自分たちを、自分を信じてくれた、後輩たちも、ずっと待っててくれたので、その子たちのためにも今後、ダイナマイト関西というレスラーを、お客様と共に盛り上げて、一緒に、オズアカデミーを共に盛り上がればいいなと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。ね、1月に天野に勝ちゃいいんだろう。おめえら楽しみにしてるよ。ベルトを巻くのは私なんだよ、ボケ。